どんな音楽が好きですか？ドアキャッスルさん、キャッスルドアさん、ご質問ありがとうございます。音楽はね、基本的にはもうほんとヒップホップが一番好きです。もうヒップホップの何がいいかって言ったら、ジャンルの名前だけじゃなくて、その内容も捉えてほしいんですけど、俺たち民間人って基本的にはシステムの中で生きてるじゃないですか。システムの中で生きてる俺たちが、ヒップホップ、ラップという、音楽を使って自分たちのアイデンティティを確立したり、それを発信することによって、バックボーンだったりとか生き様を発信することによって、ものすごい大きな影響力や力を手に入れる可能性のある唯一の音楽がヒップホップだと思うんですよ。ヒップホップは音楽の中でもただ嗜好品として楽しむだけじゃなくて、人生を変えてくれる可能性のある音楽なんですね。だからヒップホップが一番好きです。で、ちなみに、ラップだからって言って、それが全てヒップホップとは限らない、みたいなところですね。ラップの中でも、ヒップホップが好き。もうヒップホップ的な要素があるものだったら、ヒップホップと呼ばれてる、ラップと呼ばれてるもの以外にも、ヒップホップと同じ何かを感じるな、みたいなものって、ちょろちょろっと応用的な考えで見ると、あったりするんですけど、世の中に。例えば、カウンターカルチャーと言われてるものだったりとか、レベルなソウルを感じるものがあったりとか、そういうものは結構好きですね。自分に何かしらの可能性を与えてくれそうなものは結構好きなんですけど、ヒップホップがまさにそうなんですよ。だから一番好きなのはヒップホップが好きです。コラボレーションできるような、イノベーションできるような音楽として、レゲエだったりとか、ジャズだったりとか、ソウルだったりとか、 R&B だったりとか、そういう黒い音楽、どっちかっていうとそれが好きですね。黒いビートとか、そういうのが結構好きです。ヒップホップは結構音楽の中では新しい音楽と思われがちなんですけども、何気にそのストーリーとかもすごく濃くて、だんだん歴史も深くなってきて、今やヒップホップをずっとやり続けて死んでいく人とかもどんどん増えてきたんですよ。生涯を通してずっと携わっていける文化にもうなってきてるんですね。ヒップホップ実は今すげえ流行ってるようで、これからどんどんまた進化していくと思うんで、すごく未来型な音楽だと思うので、よかったらチェックしてみてください。